こんにちは、大滝かけるです。日曜のトークコーナー、バンスタトレーナーのお時間です。今回ご登場の調教師、まずはプロフィールご紹介いたします。こちらです。1947年1月12日生まれ、釧路出身、69歳。1985年4月20日時の大王で調教師デビュー、デビュー戦で初勝利。2015年7月4日荒れ地区オークで万英史上初の通算2000勝を達成しました。昨日現在で通算2138勝、最多勝記録更新中、ふれあい動物園の園長先生、服部義行調教師です。服部先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手が湧いております。はい、ふれあい動物園の園長先生ということで、早速ファンの方からメッセージが来ていますので、ありがとうございます。ご紹介します。ペンネーム力みどりさんからです。いつも楽しみに拝見しております。服部先生、調教師として、多忙な中、三崎天竜やリッキー、キングとともにファンサービスに熱心に取り組んできたお姿には本当に敬服しております。そして子供たちと接している時の先生の笑顔が素敵で、いつも癒されます。これからも応援させていただきますと、いただいておりますけども、まずこのふれあい動物園、園長先生として普段活動してますけども、はい、どんな感じで普段活動してますか？楽しいですか？やはり、あそこはもう、なんていうの、楽しい場所、はい、で競争はまあ面白い、はい、レースは面白い、うん、であそこはもう子供らでもお年寄りの方でも来て楽しいなと思える場所に何かしたいという、はい、その努力だけは、そこだけは、頑張ってやってると思います。はいはい、私もたまに時間があれば行きますけど、楽しいですよね。そうですね。ミルキーもすごい、人見知りしないっていうんですか、もう誰でも簡単にこう手が触れられる、はい、そんな馬ですけどね。そのふれあい動物園、昨年施設リニューアルしましたけども、雰囲気はもう服部先生から見てもどうですか？随分乗馬もでき、はい、で施設もきれいになってね、はい、で、中にいる馬たちは、去年と変わらない馬たちが仮にいるんだけど、はい、より一層楽しく、あそこでくつろいでいただける、そんな場所であることは確かですよね。なりましたね。はい、今後ふれあい動物園どうしていきたいとかありますか？もうより一層、動物を増やすなんてことはちょっと無理なんで、はい、楽しいイベントごとやなんかがあそこでできればな、うん、そんな気持ちで日々それなりに考えてやってるつもりです。はい、そもそもこの競馬の世界に入ってきたきっかけというのは、服部先生はどういったきっかけで入ってきたんですか？それはやっぱりたくさんの騎士たちに憧れて、はい、で馬の中で育って、で馬が嫌いじゃなかったんだね、で老いて29歳から騎手になりましたね。29歳からジョッキー、そしてその後調教師になられた。はい、そうです。昔は騎手兼調教師という方がいたと聞いたんです。はい、いましたね。服部先生が騎手になった頃はいましたか？いや、分業はちょうどなくなった頃でした。なくなった頃、はい、でもそういった方、先輩方を見ていたということで、いましたね。で、はい、大変な先輩方が苦労もしてきたはずですよ。調教師だけでもジョッキーだけでも大変なお仕事だと思うんですけども、はい、それ両方掛け持つっていうのは すごいことですよね。おそらく自分では体験したことはないんだけどね、うん、はい、だけど大変だったと思いますね。騎手もやって調教師もやって、はい、で若い人も使ってた、もう大変だと思いますよ。はい、そういう時代があったんですね。で、大変といえばですよ、やはり10年前、この万円競馬ひょっとしたらなくなってしまうかもしれないという時に、はい、服部先生本当にご尽力されたと思いますけども、その時のちょっと活動内容をお聞かせてほしいですね。ですね、残ってもらうために、はい、雪の日も雨の日も、署名活動もさせてもらったし、はい、それから騎手さんたちやなんかにね、もう動いてもらって、で町にも出かけていって、で万英競馬そのものをなんか知ってもらわないと、はい、そういう動きは相当しましたね。署名活動まで、今新生万英競馬になって10年経ちましたけど、はい、今後の課題、服部先生はどう思いますか？
課題は、まあ、たくさんあるんだろうけどね、はい、自分たちができる、例えば騎手さんができること、うん、調教師さんができること、うん、それから、まあ、主催者はここまでできるぞ、それを大事になんかできる人ができることをなんか一生懸命やる、うん、でなければ絶対にで一人勝ちでなくて、みんなが苦しくてみんなが楽しくてという競馬になってほしいです、うん、はい、私もできるところから頑張りたい。 ありがとうございます、はい、トレーナーとしてのちょっとお話なんですけど、メッセージもう一つ来てまして、はい、ペンネームアレチク三代目代表からいただきました、はい、スペシャルゲストの服部先生こんにちは、いつもお世話になっております、質問ですが、癖の強い馬を調教する際に一番心がけていることは何ですか、追伸で先日は4勝目ありがとうございました、これからもアレチク一同万栄競馬応援していきますと、はい、まあ、アレチクですね、はい、の皆さん、まずアレチクってどういう人たちか服部先生からご紹介いただいていいですか。あ、地区大のなんか、はい、アレチクって馬部があるらしいんですね、はい、その、生徒さんらが作ってくれて、はい、でアレチクっていう馬を名前をつけてもらったんだね、はい、で頑張って応援していただいてます。いつも競馬場でも姿を見せてますけど、はい、熱心なファンですね。そうですよね。で、まあ、競馬に携わってもらえるだろうし、はい、携わろうとしてくれてる若い人が大事ですよね。これからの万有競馬を考えたら、こういった若い人たちの力本当大事ですよね。そうですね。もう、なんていうの、馬券を買う買わないは別にして、とりあえず若い人がこの競馬場の中にどんどん入ってきて、ね、くれる、そんな競馬場でないとなんか良くなっていかないようにするんだね。で、質問なんですけど、癖の強い馬を調教する際、はい、心がけていることってありますか。はい、絶対にその癖馬っていうのはもう無理をしたらダメですよね、うん、はい、調教にしても、それから普段の管理にしても、うん、馬がいやこれは怖いぞとか、はい、この人はなんかちょっと怖いな、うん、それから荷物を引かして調教してても、過度 なんか負担をかけてしまったら、その癖は絶対に治らないと思いました。かなり、まあ、力だけではなくて、なんか気を使うというか、そういう作業がありますね、はい、きっと、で今まで、まあ、トレーナー生活2138勝を挙げてますけど、思い出に残っている馬とかありますか。馬はですね、菊ことびきっていうメス馬がいました、はい、その昔、はい、その馬は、馬主さんと十勝の一番に来て、はい、でこの馬がいいよなということで、もう他の人はなんか結構貴重なラインまで、うん、手のつけなかった馬だったけどね、はい、まあ、そんな中でその馬は、まあ、馬主さんが修行としてで育てたんだけどね、随分立派に育ってくれて、まあ、万栄記念までは行ってくれた馬なんでね、はい、でその馬がなんか自分がいじって、というか自分が選定して初めてオープンに行った馬なんで、ね、はい、この馬はやっぱしなんか性格的にものすごいやんちゃな牝馬だったんだけど、うん、まあ残ってますね。で最近ではやはり万栄記念を買った北の大将だと思うんですけども、今日 VTR 用意しましたので、はいはい、VTR ご覧いただきながらちょっと北の大将のお話聞きたいと思います。2年前の万栄記念ですね、7枠8番北の大将出走しました、レースの映像をご覧ください。はい、今第2章が登ってくるところですけども、まあ、この馬もちろん今も現役ですけども、はい、服部先生から見てどのような馬でしょうか。この馬なんか体の割に性格がちょっと小さくて、はい、性格が、気持ちが小さな馬でね。あ、そうですか。でどっちかっていうと騎手との折り合いがちょっとつきにくい馬なんだけど、はい、でまあ、折り合いさえついてくれればなんか頑張れる馬なんだと思います。今日は北見記念の出走、2連覇が勝ってますけども、はい、状態いかがですか。状態は、上向いてきていることは確かですよね。でこの馬は涼しくなって、はい、寒くなってからなんか力を出してくれるので、はい、そこは今厩舎側も相当期待をしております。もうこれからのシーズンがもうより一層期待できるという馬ですかね。北の大将のシーズンが到来という感じです。服部先生から自ら言っていただけるとありがたいですね。あと服部先生の厩舎にもう一人もう一頭ですね、2歳の牧場無限という馬がいます、はい、まあ、この間
まあ、重傷で残念なことになりましたけど、はい、この馬はどのような馬と教えてほしいですか。この馬は体も十分な馬だし、たくさんの馬だしね、はい、で、まあ、この間は、まあ、不運にも負けてしまったんで、はい、ですけど、うん、まあ、馬がなんか行く気になって、私頑張るぞって気になってくれてさえしまえば、なんかこの後もまだまだ成長してくれる馬なんだ、はい、ということで、ふれあい動物園の園長としてももちろん調教師としても今後ますますの期待しておりますので、はい、万円競馬のためにどうか、はい、ご活動よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、本日のバンサトレーナー服部義樹調教師にお越しいただきました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。